武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。こちら水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様はグッドボタンよりチャンネル登録よろしくお願いいたします。中森先生、はい、本日扱いたいテーマなんですが、2020年度版日東駒線滑り止まらない説。これ前回清水先生がメインで喋ってて、はい、今年もやっぱり提言した方がいいかなと。はい、去年もやったんですけど、はい、めちゃくちゃ再生回数もあったんですが残念ながら、ね、はい、投稿日がね、はい、あれなんで12月26日とかだったんで、はい、ランキングから漏れるという、ね、悲しい事件なかったんですけど、はい、まあ、それはいいとしてね、うんうん、受験生に、ね、伝わればいいんですけど、うんうん、まあ、僕が受験生だった時もそんなめちゃくちゃ昔ではないんですよ。全然変わってんなと、うん、これ皆さんね、偏差値50ぐらいの大学、まあ、特に東京の私大とか、うん、どこが思い浮かびますっていう、これ僕は正直言って日東駒線がそれぐらいのイメージだったんですよ、うん、なんですけど最新バージョン見ました。ではないですね。ではないです。だいたい大東亜とか、うん、それこそ産業能率神奈川大とか統計とかもそうですよね、あたりがそれぐらいのレベル帯なんですよね、うん、まあ、もちろん偏差値だけが全てじゃないですけど、日東駒線どれぐらいにいるかっていうと、まあ、55前後になってるんですよね、うん、まあ、清成明学独国部とかあるじゃないですか、うん、これも60弱ぐらいになってるんですよね、うん、てか60のとこもあるんですよね、うん、でそのようにもちろんマーチが来るんですけど、うん、大まかに総計マーチ二戸駒先生生学みたいな感じのイメージの受験生が、まあ、実際多いと思うんです。ここのね差を見てほしいですよね、うん、で今主に併願校とか出願校を考えていると思うんですけど、これねちゃんと考えないと滑り止まらないかもよというメッセージですね。滑り止めってさ、ランクというより実力レベルもんだから、等間隔にその下の大学っていうなんかそのレベル帯で選ぶとまずいよっていう、うん、前々から言ってますが、安全校かどうかの基準は過去問を解いて決めてください、うん、早慶志望だから日大は受かるっていうのは、まあ、ちょっとロジックが違うんですよね、まあ、早慶志望で早慶に受かる実力があってもマーチも合格点取れてて、もう日大の問題はもう合格点プラスで、ね、まあ、何十点取れてますっていうことがあれば、うんうん、まあ、それはまあ滑り止まるだろうと判定して大丈夫なんですが、早慶志望ですとかマーチ志望ですっていうだけでそれを滑り止めに組むと結構危険な場合が多いんで、特に実力固まってない人ですね、はい、本当に気をつけてください。これなんかシャンパンタワーの例を去年話してましたよね、はい、あれね本当にイメージ分かりやすいと思うんですよ、うんうん、なんでその僕らが受験生の時って、うん、まあ、そんなにいいとこますが難しいイメージがなかったかっていうと、やっぱり定員の問題が結構あるんですよね、うんうん、上からシャンパンを注いでいくと、もうこぼれてきちゃうんですよね。でその下にどん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 で、そのシャンパンがある意味は受験生みたいな例えをしたんですけども、うんうん、要するに上が絞られてくるとどうなってくるかっていうと、受験生が変わらなければその、まあ、上位にいた人たちでギリギリ早稲田受かってた人がギリギリ早稲田受からなくなって、まあ、マーチ外に行きますと。でその同じことが各レベル帯で起きるとレベルって当然上がっちゃうよね。で特に、まあ、関東圏すごい人気です次第、それが起きてくると、まあ、偏差値っていうものにも実際現れていると。ここをね皆さんよく受験特に今年初年度でね、あんまりその辺の事情詳しくない人とかは、まあ、見てもらえると、名前だけで決められてるというふうに言いたいですね。まあ、グラスが小さくなったシャンパンタワーですよね。あ、そうですね、うん、溢れる量が大きくなっちゃったんで、過去問とかで本当に滑り止まるのかは確認しなきゃダメですよね、はい、受験生思いがちなんですよね、はい、その早慶を目指してれば日東駒線受かるだろうとか、うん、そのぐらい受かんなきゃダメだって思いがちなんだけど、はい、大体みんなにやっぱケアレスミスなんですよ ね、 あ、そうですね、できそうなことが完璧じゃないとか本当は固まってないことを確認せずに行ってしまうみたいな、はい、そうです、ね、これ実は模試で偏差値出てても意外とね、はい、ダメなんだよね。そう、本番ね、なんだかんだやらかすんですよ、はい、なので確実に受かるようにちゃんと対策をするっていうね、うん、ことを、考えてやっていかなきゃいけないってことをね、心に留めといてくれればと、はい、情報もたくさん調べてください。はい、はい、以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。